それとこれと本当はボスの、はい、なんだっけメタルコア、メタルコア、ヘビメタルとかのヘッドですね、うん、ちょっと今見たらなかったんだけど、これと両方試したかったんですけど、はい、そうですね、どっちかがあればなぁなんてちょっと、なるほど、はい、ここで、まあ、はい、いろいろオーバードライブ、ディストーション、クリーンを切り替えてですね、ははは、あ、これがよりいいですよりはってもいいな、まあ悪くはないですけどね、1万円だもんね、まあこれは今一番歪む、そうですね、今グラウンドタイプの、それ？あ、それいいの？なんかよく CM は見ます。あの CM って言われたんだよね。あ、そう。こっちよりもいい。全然。何？安いの買いに来ようと買いに来て高いの買っちゃうパターンこれ。あ、そう。いいよ。はい。あ、もうそれがもう、あとこれありきのみたいな。へえ。これで、はい、あー、なるほど、があってインセイン、インセインになった、いいね、これこれやばいっす これ全然いいじゃないですか、これでオンオフとかでデジタル DI ができたりとか、ええ、この並びは変わんないんですけど、はいはい、ポンプとかドライブとかを全部こっちに設定できる。おお、やっぱ全然違いますね、音は。全然違います、これ。まあね、値段もね、あれですけど。でも変な話、あれで1万で、はい、エフェクターで1万だったら2万ですもんね。そう考えたら、一発で済んだ方が。まあ、ちょい足んないなっていうところに何か足せばいいのか、こういうのそうですね。いろいろあるんですよ、本当に。まあ、ベースもいけます。あ、そうなんだ。ヘッドの種類が多すぎますよね。確かに。何かを真似してるってことですよね。そうです、そうです。まあ、その感じの。はいはい。まあ、あ、じゃあ、まあ、アンプの歪むの音で、組み合わせれば、まあ、それなりの歪みが出るような感じですね。なるほど。お高いよな、ちょっとな。これかこれか、同じぐらいですもんね、あれ、値段的にね。いや、でもそれいいね。予算が圧倒的にオーバーすぎちゃうけどさ。なるほど。ちょっと検討します。この前試させてもらったんですけど、はい、なんだっけ、スパーク。ああ、あれ。うん。はい。いっぱいあります。これやっぱすごい。本当ですか？いいですね、これと、本当は、この辺これを考えてたんですよ。これか、みたいな感じです。ああ、これは試してないんだよな。まあ、要はこの辺だとワイヤレス機能まで全部含まれてるみたいな感じになるんですけど、はいはい、割と THR をやっぱずっと使ってきた方が、はい、どうしてもレンジがちょっとこう狭いというか、へ、音の厚みの感じはやっぱ、ポジティブグリッドの方が、なんか、キャビが鳴ってる感じというか、はいはい、その、まあ、
だけで十分でさらにあれで変えられるんですもんね。そうですね、はい。ずっと遊べちゃいますねこれ。じゃあたくさんあるうちの1個もらって帰りましょうか。ありがとうございます。たくさんありますって言い方も大変失礼しました。とんでもないです。そもそも買いに来たんで。ああ、ありがとうございます、ね、それとあと、はい、まあなんか良さげな、要は4万ぐらいで収まりそうな。でカードいけますよね、はい、俺金下ろしてくの忘れちゃって。それほぼ4000円。あ、4000円か。もうはい、会員証？会員証ですね。はい。はい。41,250円。はい。じゃあ一括で。はい、一括で。なるほど、こちら。はい。あ、はい。じゃあちょっとすぐ今在庫を持ってしまって。了解です。はーい。ん？安いとかいります。あ、いただけるなら。あとなんかマーシャルのあらカラビナみたいな。あ、いいっすね。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。これ中の保証書、まあもしなくしても、うん、あのメンバーシップのアプリの登録で全部照合は取れるので。はい。もう結構でけえな。まあ、箱に入ると結構、あれですか、お車。いや、電車なんですよ。まあ大丈夫ですよね。まああのちょっと重たいですけど、ぶちっと切れなきゃ別に。そうですね。ね、ちょっとやってみていただいて。お、なかなかの重量だな。はい、ありがとうございます。はい、ロングが来た、買いに来たよって言ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。なかなかの重さでございますよ。よっ、さあ帰りましょう。